どうも柴です。今日はですね、みんな大好きラーメン大来亭さんにこってりラーメンってあるん知ってる？知らん。そのこってりラーメンっていうのがあって、さらにそこに背脂を足したらごつこってりらしいのよ。おそんなラーメン僕見たことないなと思って、おうおう、だから今日はね本当にこってりなんか調査に行きたいと思います。ていうことで行くぜ。はい、ということでやってきました。あるかな？なんか隠れてあるらしいね。あった。こってりラーメン。これがなんか全然違うらしいから、このこってりラーメンと普通のラーメンの食べ比べしたいと思います。ほう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 。わかりました。ということで、やってきました。これがこってりラーメン。ほう。ほう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 。に、こっちが普通の醤油、普通の味玉ラーメンってこと？うんうん、ほうの、あんまり見た目変わらんねんけど、両方背脂多めにしたからねそこや、うん、多分そこやと思うね、うん、で、まあ唐揚げ、ほうほう、で、チャーハン、生ビールということでいただきます。じゃあまず乾杯で。乾杯。まずノーマルから。ノーマルはやっぱ醤油やね、いつも通りな。うんうんうん。でこっちがこってり。あ、全然違うわ。白濁具合が全然違う。もう、うん、こっちの方が乳化度合いが強いって感じやな。じゃあノーマルから飲みますね。これやな、うまいな。美味しい普通に美味しい。こってり、あなるほど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 。あのね、こっちの方が、うん、濃度が濃いから、うん、醤油がちょっとこうまろやかになる。うん、な、昔ながらの中華そばだな。うん、うん、このこってりはとにかくマイルド。うん、うん、そういうことか。思ったほどくどくない。うん、全然くどくない。うん、ちょっとこっちの方が動物系の香りが強め。おー、そうなんだ。うん、うん、うん、この元祖の方がやっぱシンプルやね。うん、全く別物でしたね。あ、そうなんや。別物、全別物やな。別物。うん、脂身チャーシューの味をな確認しよう。うん、うん、こっちの方が脂身が濃く感じる。なんでかって言ったらこっち醤油味よ。だからちょっと脂身が薄れるという。ほうこっち、なんでマイルドに、油のマイルドでよりこってり。なるほど、そういうことか。美味、うん、しい。うん。うん。ありです。ありです。うん。ただみんなが思ってるほどこってりではない。おお、うん、なるほどね。僕も想像してた以上にこってりではないけど、うん、ものすごくマイルド。おお、うん。っていうか渋さんのこってりのイメージはドロドロやからね。やばいな。そうか。基準が全然違う。基準がちょっとな、もうおかしくなってるもんな。なってるなってる。それはちょっと申し訳ないです。
そういうことやな。うん、そうやわ。うん、こっちの方が醤油のストレート感。ほう、こっちはもう白濁したスープの旨味。ほうほうほう、うん、意外に濃い醤油が苦手な人はこっちの方絶対ない。あと後味が若干ちょっと甘い。そう、うん、やっぱこの煮込んでその油の甘みっていうのが出てるのかな、うんうんうん、それともただ僕がこの醤油を食べて、うん、その後やから甘く感じるのかそれはちょっと定かではないねんけど来来亭のチャーハンもうまいのよこれ。来来亭もそうやねんけど、この出汁の醤油をぶち込む系、うんうん、ちょっと多いね、チャーハンに。インコースアイカもそうやし、僕は分かった、この2個1個に頼むとあかん2個いっぺんにね、うんうん、どっちの方が好きかな。ライライ亭の味が好きな人はこっちや、うん、あと 何か知らんけどこっちちょっとピリ辛なんですけど、スープが。けど僕はこってり好きかもしれん、うん、夜中になんか急にラーメン食べたくなって走ってきたら多分こっちの元祖食べると思う。なるほど。うん、絶対卵一緒やねんけど、やっぱこっちの方がうまいけど。扱ってるスープが違うからってことね。うんうんうん、はいはいはい。うん。暑いねて。暑くない。暑いねて。ラーメン2杯食ってたらそれ熱なるわ。え、普通に。それはそうなんだけど、夏になってきたなっていうのを言いたかった。あ、そっちを言いたかったの、うんうん、あ、ごめんなさい、うん、ごめんなさい、熱なってきたからご飯食べて熱なってきたもんだ。それただに燃えてるだけやん。そうそう、完全にデブがさ、冬でもさ、飯食いながらさ、汗かいてんの状態やん、うん、そうかと思ってんの。違いますよ、僕は外の気候の話をしてるんじゃないですかすいません、AI 不足で。ほんまに、勝手にそっちに持っていくのやめてくれる。今ダイエット中やからね、僕。ダイエット中の男がラーメン2杯食えへん、うん、大丈夫。今日の朝と昼はプロテインでしたからしっかり栄養取っとるやん意外と取っとるやん食うてないだけ。飲んでる飲んでる。プロテインね、 DNS の、うん、飲むやつあるね、うん、最近フルムめんどくさいから飲むやつやねんけど、酸っぱいねんけど、あれをもうトラックの冷蔵庫全部に入れてんねん、うんうんうん、だからもう冷蔵庫開けるやん、うん、プロテインが20個ぐらい入ってるやばい。もう水感覚で飲んでるから逆に健康に悪いんちゃうかけどね、不思議なもんでね、タンパク質をちゃんと取り出すとマジで重量が上がるようになる。ああ、そういうことね、うん、誰なラーメンスープの上に背脂ちゃっちゃしようと思った人悪な。円筒心全てが整ってるからね、ラーメンって。そうやんな、うん、やっぱりこのこってりラーメンの方ちょっと辛いねんけど。あ、そうなの、うん、ちょっとなんか豆板醤が入ってんちゃうかな。へぇ、うん、ちょっとピリピリしますね。ラーメン屋さんでメニューに入れたくないナンバーワンはチャーハンだし。なんで天満やから。手間やからね。手間と鍋振る人で味がぶれるから、なるべくなら入れん方がいいっていう定説らしい。ラーメン屋さんの知り合いに聞いたら、あ、そうなんや、へえ。けど一人やろ、その子一人でやってね、うん、
一人やろ、味ぶれへんやん、めんどくさいねん言うてめんどくさいだけやごちそうさまでした。ちなみにさ、さっき言ってたチャーハンの話で、その子に僕一回今日はチャーハン作ったのか言われて、おえマジで作ってくれんのって、うわ焼き飯やろ作ったるわ言うて、でな出てきたな、白飯やでやん、お白飯の上なこのバーナーで炙りチャーシューするやつのあれでなこう炙ってな、おうわ焼き飯やあ確かにこれは焼き飯といえば焼き飯やけどチャーハンではないよね早食べやって言って向こう注文もろってんねんひどいやつだごちそうさまでした。今聞いたらこってりと醤油どっちが出るって言ったらこってりの方がちょっと多いかもしれんって言ってた。ほうほう意外やな。意外やっぱ大阪人やっぱ油好きなんかな。好きなんちゃう、うん、それか僕が今醤油の方がって言ったらもしかしたら40代になったからなるほど、ね、40代間近やから多分20代の人とかはみんなこってりなんかな。おお、そういう分け方ね、うん、はいはいはい、分かれへんけど、まあそんなことなんでね、うん、皆さんぜひとも来てね、どっちが美味しいかコメント書いてください。ということで本日もありがとうございました。